どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。美容師やホストの可愛いって言ってくれるのって真に受けても大丈夫とのことですが、どうですか？真に受けるって恋愛の気持ちとかも含めてってことですよね。ってことでしょうね。真に受けないでほしいです。美容師側からまず言わせてもらうと、あなたの魅力を最大に引き出しましたよ、あなたのポテンシャルを引き出しましたよっていう意味での可愛いであって、自分の好みですとか好きですとかそういうのも含まれての可愛いとはまたちょっと違ってくるんだよね。可愛い髪型にできましたよとか、より可愛くなりましたよとか、そういった意味での可愛いであって、でホストに関しては、まあやっぱりホストもお客さんを喜ばせたいわけじゃない、姫を。まあそこは同じですね、思いは。姫を喜ばせたいわけだし、もう一度自分のところにさ来てほしいわけじゃない、指名もしてほしいし、まあなんならね、シャンパンとかね入れてほしいですよ。そういう仕事的な意味もありますしね。そういった意味ではやっぱり可愛いは言うよ、ホストも。だからそれが恋愛的にね、自分と付き合ってほしいから可愛いっていう風に言って口説きに入ってるっていうのとはまた違うから、そこは受け取る側がね、ちょっと分けて考えた方がいろいろこじれないかな。そうですね。まあお世辞で言ってるわけでもあんまりなかったり、別に嘘ついてるわけじゃないけど、まあそういった恋愛とは別で、まあ、美容として可愛いって言ってますよっていうことは伝わったらいいなと思いますね。本当ですね、そこはね。はい、じゃあこれを参考にしていただいて、はい、はい、こういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。